バチルダ爆笑と歴史の本はおすすめよ。君以外は誰も読まないお言葉ですけど、あの本はホグワーツの歴史書の決定版と言われているの。で、死ぬほど退屈。うん、ビンズ先生もとっても退屈。とっても死んでるしね。ゴーストなんだ。暖炉の前で眠りして、体だけそこに残して授業に行ったらしいよ。今の歴史の知識はすごいの。おまけに黒板を通り抜けて